はい。ほう。およそ300m先、新保土ヶ谷インター交差点で右側です。現在17時01分。横須賀のあたりですね、今。横須賀に向かってんのか。まもなく新保土ヶ谷インター交差点で右側です。今回の企画、どんな企画ですか？登山ですよ、登山。右側です。優雅だけね、優雅だけ。およそ80m 先、高速入り口です。年末最後の Vlog はカジュアルに行かないと。カジュアル、うん、もう流しっぱとかそういう感じ。はい、このもつ鍋を入れますよ。形崩さないように。まずいんじゃないか。ほうほうほう、じゃない。俺が照らすか。余計なことしなくていい。あ、いいんじゃない。いいよ。結構もう煮詰まってるよ、だいぶですかよ。はい、皆さん、今年最後の食事、もつ鍋です。よいしょ。いただきましょう。いただきます。いただきます。うん、美味しいです。しょうもな。2021年、今年もお世話になりました。お世話になりました。あと10秒です。来年も頑張ります。明けましておめでとうございます。おはようございます。朝4時です。4時で2022年1月1日朝4時です。めちゃめちゃ眠い。今から我々は龍ヶ岳に登り、ダイヤモンド富士を取りに行かなければいけない。そして私は今晩実質一睡もしていない。寒すぎて一睡もできなかった。なんということだ。登るぞ。俺はもうやけだ。明けましておめでとうございます。頑張ったからやったね。あ、でもいいよ、いい感じに映ってるよ。うん、いい感じ。あ、いいね。